アベンジャーズ・インフィニティ・ウォーは2018年のアメリカ合衆国のスーパーヒーロー映画、マーベル・スタジオ制作、ウォルト・ディズニー・スタジオ・モーション・ピクチャーズ配給、アメリカンコミックのマーベル・コミック、アベンジャーズの実写映画シリーズ第3作。また、様々なマーベル・コミックの実写映画を同一の世界観のクロスオーバー作品として扱う、マーベル・シネマティック・ユニバースとしては、 第19作品目の映画である。当初 MCU シリーズのフェーズ3のロードマップが発表された時点では、自作のアベンジャーズ・エンドゲームと共に、アベンジャーズ・インフィニティ・ワーパート1、アベンジャーズ・インフィニティ・ワーパート2の2部作構成とされていたが、それぞれの作品の独立性が高いとの理由から別のタイトルとなり、パート1表記が削除された。 マーベルが1990年代に刊行したインフィニティ3部作の第一部、インフィニティ・アントレットとストーリー的な関連があることが指摘されている。また、本作のサブタイトルは3部作の第二部、インフィニティ・ウォーと共通である。予告編は2017年11月30日に初めてネット上に公開され、公開後24時間以内の再生回数が2億3000万回に、 到達し、IT、IT、それが見えたら、終わり。の記録を抜いて、歴代最高記録を更新した。地球に向かうアスガルドの避難船を、サノスが襲撃。かろうじてハルクは地球に逃れるも、そうたちは壊滅、ロキが隠し持っていたスペースストーンが奪われる。パワーストーンと合わせ2つのインフィニティストーンを入手したサノスは、 ロキを殺し船を破壊すると残るストーンを求めて、消え去る。ニューヨークに墜落した、ブルース・バナーは、スティーブン・ストレンジにサノスの計画を伝え、トニー・スタークに協力を求める。トニーは難色を示すが、そうの死を告げられ、スティーブ・ロジャースへ連絡しようとする。そこへサノスの配下が、ストレンジの持つタイムストーンを狙い吸収。危機を察知したピーター・パーカーが火星し、激戦の末、 敵の一人エボニー・マウはストレンジを拉致し、キューシップで宇宙に発進。トニーとピーターがそれを追い、バナーはスティーブへ連絡する。一方、宇宙を漂っていた層を救出した、ピーター・クイルたちは、サノスの目的を聞き二手に分かれる。ロケット、層、グルートは、ムジョルニアに代わる、新たな武器を求め惑星、ニダベリアへ、他の4人は、リアリティストーンのある、惑星のウェアへ向かう。 イントン生活を送っていたビジョンとその恋人アンダ、マキシモフは、ビジョンの頭部にある、マインドストーンを狙うさ、ノスの配下に襲われ、窮地に陥る。そこに、スティーブ、ナターシャ・ロマノフ、サム・ウィルソンの3人が現れ、敵は撤退、スティーブたちは、アベンジャーズ本部へと赴く。ビジョンを守るためにマインドストーンを摘出すべきという、結論に至ると、彼らは超文明国家。 わかんだ王国へ向かう。クイルたちはノーウェアにたどり着くが、サノスはすでにリアリティストーンを手に入れていた。クイルらを一掃しガモーラを拉致したサノスは捕らえていたネビュラを拷問、ガモーラだけが知るソウルストーンのありかを聞き出し惑星、ボーミアへ向かう。ソウルストーン入手の条件は愛する者の,の魂と引き換えであり、サノスの愛する者とはマナ娘のガモーラであった。 ラモーラは絶望のまま谷底に落とされ死亡。サノスはソウルストーンを手に入れる。ソウたちは惑星ニダベリアにたどり着く。しかしニダベリアはサノスによって壊滅させられていた。唯一生き残ったドワーフの職人エイトリの協力のもと、ソウはムジョルニアを超える武器ストームブレーカーを手に入れる。一方、キューシップではトニーとピーターがマウを撃破してストレンジを救出。 トニーはタイタンでサノスを待ち伏せての奇襲を提案する。タイタンに到着した3人はクイルたちと遭遇し、目的が同じであると知り団結。1400万605通りの未来を見たストレンジは自分たちが勝てるものが一つだけあると語る。やがて、サノスが到着した戦いが始まる。ヒーローたちは劣勢ながらもネビュラの火星燃えてサノスの動きを止めることに成功するが、クイルが ガモーラの死を知って結婚したことで、状況は逆転。ヒーローたちはサノスに追い詰められ、ストレンジはタイムストーンを渡してしまう。地球のワカンダでは、国王ティチャラの妹シュリが、ビジョンからマインドストーンの敵出手術を開始。そこにサノスの軍勢が襲来、ヒーローたちが応戦する中、僧たちが飛来して戦況は、後天、敵幹部3人を倒す。しかし、 サノスが現れヒーローたちを帰り討ちにしていく。ワンダはビジョンの最後の願いを聞き入れ、彼もろともマインドストーンを破壊するが、サノスはタイムストーンの力で時間を巻き戻し、再生したビジョンからマインドストーンを奪う。ついにすべてのインフィニティストーンを手に入れたサノスは、層の吸収で重傷を負いながらも、左手の指を鳴らして力を発動させ、そのままどこかへワープして消える。 東悪するソーラの前で異変が起こり、全宇宙の半分の生命がゴミとなり消え始める。生き残った者たちが呆然とする一方で、サノスはどこかの惑星で日の出を眺めていた。優れた技能、超常的な特殊能力を持つヒーローやスパイたちによるヒーローチーム。ヒーローたちのような超人を国連の管理下に置くという、底部や協定の賛否をめぐる。 アベンジャーズの内乱で決裂し、事実上の解散状態になってしまった。だが、サノスの脅威を知り、サノスに立ち向かうべく再び集結することとなる。そのため本作では、アベンジャーズはコビや協定を無視して行動している。ピーター・クイル率いる銀河のはみ出し者たちによるヒーローチーム。本作では、これまでの活動から2、3年ほど経過しており、彼らは銀河で、 いくつもの冒険を続け、スーパーヒーローとして知られている。また、グルートの言葉も少しは理解できるようになっている。ブラックオーダーメインヴィランこの他にも、未公開シーンでは、ジョン・ファブローフンするハロルド、ハッピー・ホーガンが、本編冒頭に位置するトニーとペッパーの会話中に登場している。アベンジャーズとヒーローたちの装備、ビークル本稿では本作で、 初登場したものを中心に記載する、その他のテクノロジービークルこの他にも、ガムウーラの回想シーンで、リバイアさんが登場している。地球その他の惑星物語のラスト直前に、サノスによって引き起こされた、全宇宙に存在する生命の半数が無作為に消滅する大災害。これが発生したことにより、生命の半数が消滅したことに加えて、地球では、 交通事故や航空事故などの二次災害が多発。消滅を免れたヒーローたちは、共に戦った戦友たちの多くが消滅したことに、愕然とする。東方シネマズ日比谷のコンセッション上部に展示された、宣伝看板世界初週末3日間のオープニング講習が、世界合計で6億4050万ドルとなり、ワイルドスピードアイスブレイクを超えて、史上最高記録となった。 北米初週末3日間のオープニング講習は2億5770万ドルを突破し、スター・ウォーズ・フォースの覚醒を超えて史上最高記録となった。日本初週末2日間のオープニング講習は6億7200万円となり、前作、アベンジャーズ・エイジ・オブ・ウルトロンより15.4%減少した。また観客動員では公開3週目の 名探偵コナンゼロの執行人に次ぐ第2位となった。ロッテントマトズには324件のレビューが寄せられ、支持率84%、平均7.4、四0となっている。サイト側による批評家の意見の要約は、アベンジャーズ・インフィニティ・ウォーは MCU ヒーローの驚異的な勢いをまだ徹底的に断ち切っており、その結果スリリングで、 感情的に共鳴する大ヒットとなり、代々的な野心を実現している。となっている。また、IMDb のメタスコーは68となっている。ありがとうございます。